から大量生産を阻止すべくにヌエと対峙した小石だが、ヌエとの言い合いの末、だんだんと小石がおかしくなってしまった。どうやら、ヌエと接する上に、ヌエの体のパワーを小石自ら吸収してしまったようだ。まさか小石までもがキラーティアラの力を得ようとするなど、誰が想定したか。一刻も早く小石の体からキラーティアラの力を完全に取り出さないと、小石自身もこの次元も大変なことになるのはすでに目に見えているだろう。故に小石がこんな目に遭うとはな。わかっている。まずは小石をこちらに転送した。アナザーバーチャルゲートインターチェンジ2980年のプロジェクトゾーン1125の起点で、小石はヌエからキラーティアラの力を吸収してしまった。原因はヌエが展開したアナザータイム。見たこともない技だが、おそらくこの技の影響で、技の代償が小石に移ってしまったと考える。異次元返事では数年前に大量に寄生されて生きることを絶望視したものの前例があるしな。ヌエはエイリアンだか宇宙人だかわからないが、やってきた次元がメテオカースドという4568年の世界のようだ。いつだったか、どこかの宇宙人がイプシロンゲートを通過して、別の世界に移動したという時空不法侵入例というスキャンダルがある。皮肉にもマリサの行方不明はとにかくゲート以前の別世界で何かしらの原因が渦巻いているだろう。これまでに数年置き確認されてきたが、ここまで来るとはな。我々は小石の応急処置だ。ヌエの体内から検出されたキラーティアラの魔物はどうやら宿主を変えて、小石の体を奪ってしまった。キラーティアラ自体が取り込む対象を変えた場合、イプシロンゲートギャラクシーワールドではともかく、特定条件を満たすことで、別次元の空間を洞窟だろうがビルの中だろうが、果てには生き物の体内にまで作り上げるだろう。だが、最悪の結果だと予言される。うむ。小石にとってはアンバランスだし、デリケートな妖怪だったことにもヌエからの遺伝はとんでもなかったようだな。小石さん。小石さん。小石さんは、無事なんですか？おお、フランドール。今廃式は完全にキラーティアラが乗っ取っている。小石が正気を取り戻す方法としては、小石に取り付くキラーティアラの魔物を小石の体から追放するしか他がないようだ。そんな、まさか小石さんが、得体の知れない怪物さんの餌食にされるなんて、どうにかならないのですか？せめても足を引っ張る。なんて言わず私たちで何とかできることを。ふむ、フランドールよ。たちまち勇敢だな。ここは成功も失敗も一切許されないことになるだろう。それくらいのきつい覚悟ってのは必要だろうな。でも君が小石を本気で助けたいのなら、任してもらおうと思うぞ。マジです。小石さんは行方不明となったマリサさんを探しに平行世界を越えてきた。なのにその先で怪物さんの餌食にされて、こんな哀れな姿に。むむむ。ええ、絶対に小石さんの意識を取り戻しましょう。そして、小石さんの無事を。祈らなきゃ。手は実行に移るとしよう。小石の体を操作したところ小石の体のどころかに正体不明の空間が検出された。これもキラーティアラの作り出した未知の産物にも過ぎんだろう。それに君だけじゃ、おそらく危険な目に遭うだろう。テクノパーク、アルファ社が開発したこの、そっくりさん、を使ってもらいたい。フランドールの記憶に親しい人物がそっくりさんになる。私の親しい人物ですか。呼ばれてきました。そっくりさんナンバー939チルノです。どうやら、チルノをコピーしたようだな。でハ、ナンバー939、フランを手助けしろ。そして小石を救うのだぞ。へえ、小石さんがこんな目に。わかりました。でハフランドールさん、心の準備はいいですか？はい、頼んだぞ。ここは、小石さんの体内に侵入しましたね。ここはそのティアラの作り出した空間の中身です。へえ、なんだかすごい無機質なところですね。まるで生物の体内構造に似つかわしくない？この感じ。私はあちらの世界のパチュリーさんに聞きました。寄生されると意識も奪われると。まさに小石さんは寄生された。というよりされかかっている段階かもしれません。小石さんもきっと苦しんでいるわよ。さっさと、この意味不明な空間から原因を作った正体を解き明かしましょう。異物が体内に忍び
消えればいいんだ。
私たちの力ではあんなのどうにもできませんよ。フランドールさん、どうします？そうですね。普通に立ち向かっても返り討ちにされるだけですね。さっきのもかなり強力で、体中に痛みが循環しています。ですが、血が叫ぼうが、私たちには小石さんが。わかってます。でも、ここで諦めるだなんて選択肢はなくて結構です。その時の反撃を、チャンスを、ものにすればいいのですから。おや、僕の強さに投げ入れ返っちゃうのですか。いるんだよね。そういう時間稼ぎするマンの使いやからさ。いえ、時間稼ぎですよ。お前を倒すための。ふふ、キリノさん、あなたのパワーを私の体に注入しました。ナンバー939を最後の切り札にしてよかったと思います。説明しよう。そっくりさんこそナンバー939をただコピーするのではなく、絶体絶命のピンチの時でも奥の手としてバディとなる人物に力を注ぎ込む。その代わりにそっくりさんは消滅してしまうのだ。ちなみにナンバー939とフランが一遍に話せるという画期的要素もあるんよ。幼稚深い設定だな。なんだ、無謀だ。てめえらなんか最近は遅いから最後でやっつける。てめえらなんかおとなしい怪物かな。地球、そして僕だけの未来のためにお前らを倒す。それはこちらのセリフですよ。終わったな。退治の悪夢、どこに存在したかさえわからぬ異次元返事で起きた、まさに異世界の怪物みたいな存在。キラーティアラがまさかそんなことを起こすだなんて、まさに謎が込められている。これからは最も要注意せねばならん。フランドール、お疲れ様だ。しかし小石の体から離れていったものの、体内で莫大なパワーを使い果たしたみたいだ。小石とフランドールが完全に回復するまで、次の操作は一旦待機しておこう。よかった、小石さんが無事で